で、ここにね、全く似てないメンバー3人が入ってるというやつ、多分ね、これもしかしたらまだ買えるかもしれない。タワレコとか HMV とかでまだ売ってるのを見たことがあります。次です。はい、時代飛んで、次はですね、エアジャムですね。これは2012だった。たような気がする。2011どちらだか忘れちゃったけど、ファンクロックバイハイスタンダード91年からやってますよっていう風になってます。で、後ろ側、そうだ、2011年だ、そうだね。当時はもう物販やっちゃったらすげえ大変なことになるだろうってことで通販限定だったんです。なので通販をですね、もう開始時間まで待って、開始と同時にボワってやった記憶があります。なので余裕で買えたという一枚ですね。多分あっという間に売り切れたんだけど、覚えてないけど、いい T シャツ、なんかあのアディダスを意識してるんじゃないかってすごい思うんだけど、デザインね、可愛いなと思って。多分これ本ゴリラさんだよね、絶対そうだと思うんだけど、どこに書いてなかったっけな。ホームページのところにはデザイナーのホンゴリアさんが作ったって書いてあったような気がします。書いたやつだよね。そして時代は次の年に、キーエアジャム2012での T シャツです。懐かしいね。これはね、いっぱい T シャツのデザインあって、どうしようかなってすげえ迷いに迷ってこれにした記憶がありますね。In 東北 Japan と入ってます。後ろには出演するバンド Day 1 Day 2、同じくハイスタンダードが入っていて、出てるバンドつか時間とか出てたんだもんね。今思うとすごいイベントだよな。僕が行った日はですね、実は1日目なんですよね。2日目の方がものすごい盛り上がって、ブラフマーのですね MC もすごい印象的だったので、2日目に行けばよかったってすごい大いに後悔してるんだけど、なかなかねチケットがその時はどっちかしか行けないっていうね、ものすごく争奪戦になったんですよね。僕は2013年もやるだろうって踏んで1日目にしたんです。で、その後のスカパのね居酒屋ケンちゃんを見たりとか、映画館で見たんですよ、この2日目の様子を。で、そしたらね MC 聞いたら、もう来年やんねーよみたいな感じの雰囲気があって、うわやっちまったってすごい思った記憶があります。これは絶対続くんだなっていう風に思い込んじゃったので、そうじゃないんだっていうのも考えた方が良かったかなって今後悔してる1枚です。なんで2日目に行けばよかった、もしかしたら外れてたかもしれないけど、行くべきだったなと。エアジャム2012はですね、もう開催地が発表されたその日に旅館を取りましたね、確か。じゃないともう絶対泊まれないと思って、行けるだろうって思う人数分を仮予約したっていう思い出もあります。懐かしい。はい、じゃあ次です。はい、ハイスタンダードエアジャム2012、これエアジャム2012の時にですね普通に買ったやつ。懐かしいな、懐かしい。何枚買ったんだろう俺は。これは後ろ側は特に何も入ってない T シャツになっていますね。今もハイスタンダードはですね公式のホームページがあるので、そこで物販はねやってるので、まあ気になる方はぜひ買ってみてください。リンク貼っておきますね。そして次です。はい、No Nukes と書いてあります。もうエアジャム関係なく買ったような気がするんだけど、違ったかな、確かそんな感じがする。原発に対して反対しているっていうデザインですよね。肩口にハイスタンダードと入っています。僕も原発に対してやっぱり必要ないかなっていう風に考えていますね。だけど例えばもう今すぐにやめるっていうよりは、やっぱり徐々に減らしていくっていう方にどっちかというと考えは寄ってます。そこで働いてた人たちの雇用の問題とかもあるから、まあそういう風になんとかいい方ここに行けたらなっていう風に考えてます。そして次です。はい、こちらもエアジャム2012、何枚出てくんだ。これはねタッグを組んでる、懐かしいですね。で、後ろ側には2012 9月15日はこのメンバーでしたって、ハイスタンダードとかハスキーモンパチとかね、いっぱい出てます。これも1日目も1日目ですごい感動したんですけどね。あとスラング、10フィート、ライズも出てたりとか、ブラフマンもすごい良かったっていう話だし、でエアジャム東北になってます。そしてこれもそうですね、エアジャム2012だよな、確か。これもハイスタンダードって書いてありますけどね。これもね、まあ気に入ってて、なんか僕がゴリラだからね、時々に合わせて着てたりするんですけど、特に何のツッコミもないっていう悲しい思い出もありますけどね。今度これ着て出てたらぜひ皆さん突っ込んでください。こちらはエクストララージで買ったんだけど、ロック&ロールって入っている、このね、みんな見たことあると思うんですけど、ロゴなんですけど、これはですねエアジャム2012で買いました。相当早く入れて、周りの物販いろいろ見たら売ってて限定ですよって言われたんで買いました。これはね結構ね、後々なんかオークションとか見たらすげえ高値で売られてて、あ、そうなんだ、これやっぱ買っといてよかったなって、これ衝動買いなんですけどね。イベントとかでね、スポンサーになってる会社がね、その時だけで出してるものとかもあるので、ぜひそういうのもチェックしてみるといいですよ。これがエアジャム2011の時のパーカーですね。これはまあいつもね、ガンガン着てるから皆さん見たことあると思うんですけど、エアジャムって入ってて、2012でも俺パーカー買ったと思うんだけど、出てこないんだけど、どこ行っちゃったんだろうな、あれ。2011、9.18、横浜スタジアムって書いてますね。これは結構気に入っていつも着てますね。これがですね、一番最後、よいしょ、やっと終わりです、長かった。はい、ブラフマンの幕張メッセ人未来サンプリに買ったやつです。動画ありますけどね、作ったので、まあ見てない方見てください。こんな感じ、ハイスタンダードっていう風にメンバーが3人でですね、サークルで踊っているやつです。 Go for it!
で入ってる。これはね、すごい気に入ってます。ただね、これね、あんまりね、物が良くないんだよね。ハイスタンダードの物販ね、あんまり物が良くなくって、結構ブラフマンとかに比べちゃうとどうしてもね、ああ、なんか物が悪いなーって思ってしまうんだけど、まあでもいいかなと。まあ気に入ってるので一応着てるっていう感じですね。というわけで、まあこう、すごい、ものすごいいっぱいありましたけれども、物販は以上です。はい、というわけで今回は物販シリーズをバシッとご紹介しました。で、一つね、ちょっと出し忘れてた。これだったわ。ファックキャン。ピザオです。これもありますよ。これも気に入ってます。真っ赤なやつですね。まあ、こんな風にですね、物販なんでこんなに買うんだよと、あったってしょうがねえだろっていう人もいるかもしれないですけれども、まあ、冒頭でも言いました。本当にですね、これが資金源になってくれたら嬉しいし、音楽を続けてほしいわけです。で、今はね、もう CD 全然売れない時代になっちゃいましたけど、CD を売るのか音楽を売るのかっていうところになってくると思うんですけどね。僕はもう活動が続けられるんだったらもうアパレル屋だっていいじゃないかって考え方なんですよ。CD しか売らねえみたいな感じで CD がまあ全然売れなくなってしまってですよ。で、結局音楽活動を続けられなくなってタクシーの運転手とかトラックの運転手とかになっちゃうっていうのは、やっぱちょっと違うと思うんですよね。だったらもうどんな方法でもいいから音楽を続けてほしいんです。好きなことで生きていくってあるじゃないですか。まあ YouTuber でもありますけど、正確にあの後に続くんですよ。好きなことで生きていくために嫌なこともやらないといけないんです。物販が嫌なことなのかって言うとまあ微妙だけど、自分が本当にやりたいことをやるためにそうじゃない活動もしなければいけないわけですよ。例えば清掃員の人とかって掃除がすごい好きでたまらない人もいるけれども、中にはやっぱり仕事だからやってる人もいると思うんです。それでもやっぱり誰かのためになってるし、世の中は僕結構誰かの嫌なことの上に成り立ってるんじゃないかなって思ってるんですよ。嫌なこととかこう我慢の上に成り立ってるかなって思うんですよね。バンドが続けられるのであればこういうですね、もう物販アパレルだって全然いい、もう頑張ってほしいという気持ちでいっぱいです。それと、あ、そうだね。あとこれもそうだね。これもいつもしてますね。このハイサードの T シャツです。これもすごい気に入ってます。後ろどうなってんだこれ。あ、後ろ何もない。こんな感じのやつも着てますよと。いやー、ということで前後編にわたってお送りしましたけど、いかがだったでしょうか。でね、まだまだね、結構物販かっこいいバンドとかたくさんいるので、ぜひぜひね、皆さんチェックしていただきたいのと、僕もね、まだまだ勉強中なので、僕が知らないバンド、かっこいいバンド、多分皆さんいっぱい知ってると思うので、ぜひですね、下のコメント欄に書いて教えてください。で、前回も募集しましたけど、それをね、いつも見ながらですね、こういうバンドいるんだって実はちゃんとチェックしてますから、みんなに教えてもらったバンドでどれが良かったかっていうのも今度動画にしますので、それも楽しみに。というわけで今日の動画はこの辺で、この動画が面白いと思った方は高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。というわけでまた明日だ。じゃあ。